陸上自衛隊空挺教育隊は、奈良市の中屯地に駐屯する陸上自衛隊第一空挺団に隷属する陸上自衛隊の教育隊である。降下訓練等奈良市の中屯地に所在し、陸上自衛隊における空挺に関する必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練を行うことを主任務とするほか、空挺部隊の運用や落下山及び空挺用。 特殊装具等に関する教育、研究、調査を主要任務としている。1955年1月10日、福岡県菓市において編成された臨時空挺練習隊が前身であり、同年4月5日に現在地に移中、同年8月31日に空挺教育隊と解消し編成完結。翌1956年1月25日には、霊下に、 第101空挺大隊を編成した。1958年6月25日、第1空挺団が編成完結となり、同団霊下に編入され現在に至る。また、1970年代には、脱火日光機ハイジャック事件後に、団内において、臨時の特別レンジャー隊が変組されたこともあった。これは、空挺レンジャー家庭修了者の中から選抜され、 各種ハイジャック事件に対応できるようにするための応急的な部隊であった。その後、似たような部隊が現れては消え、現れては消えて、後の特殊作戦群の下地となった。高さ80メートルの高架訓練等を有するため、操縦訓練生の落下山高架訓練や、航空自衛隊の救難員の基本高架過程と空挺レンジャー過程の教育を受託しており、近年は、 海上自衛隊の特別警備隊に対する基本降下課程の受託も合わせて行われている。長らく女性自衛官の配置制限が敷かれていたが、2017年に空挺分野の女性自衛官の配置制限が廃止され、2020年の第319期基本降下課程において初めての女性空挺隊員が誕生した。1月10日、福岡県菓市において、 臨時空挺練習隊が編成。4月5日、奈良市の中屯地に移住。8月31日、空挺教育隊と解消し編成完結。ありがとうございます。